それでは三国志大戦後付け実況いつものようにやっていこうと思います。こちらのデッキは、具現バラデッキ、相手は今回強化された長江や董卓を中心にしたデッキでしょうか。長江が、武力上昇値が6に上がったことによって武力13になって、長時間計略でありながら長江の効果時間中はずっと目覚めが発動できるというそういう強化を受けたので、長江と加工撃機の相性自体がすごく良くなりましたね。相手は、開幕猛勇を投げてきているので弓やり突撃3部隊で、猛勇に猛勇を集中攻撃して撃破で、相手の部隊が欠けたところにこちらは、覆うようにして序盤ラインを上げていって、内乱が取れればという形ですが、5弦が制圧ゼロなのでちょっと難しいかな。主挙の弓がうまく入って、長江を撃破で、主挙と劉さんで上げていって5弦を守ってで、劉さんでマウント、主挙が、張り付いて突撃が入ってくれたことによって劉さんの一発は入りそうで、相手の原子が撃破したところで、5弦をため、孫悟のセーブを発動することによって、溜めているこの2マスぐらいは塗ってくれそう。これによって内乱を確実に入れていきたいという感じですね。で、孫悟のセーブが発動で、周りのマスをちょっと塗って内乱を確実に入れたところで全部隊で一気に撤収。撤収するところに遠弓を合わせられるとちょっとしん、董卓の計略で遠弓にされるとちょっとしんどそうですが、ここは許してもらえる。相手の場合、ここ董卓をすぐ発動した場合、董卓の効果時間がちょっと、大事なところで切れてしまうというのを考慮した形でしょうか。董卓は長時間というほどではなく中時間ぐらいの計略なので発動タイミングが難しいですよね。ここで相手は、万全の状態を作ってから、董卓の月光の波及、武力と射程が上がり、敵撃破で武力が上がる、撃破した敵の、制圧範囲が、相手側の制圧範囲となるという計略ですね。この計略、今回敵を撃破時の制圧の塗り替えマスが小さくなったそうです。でここで、王鵬で暴走の伝授で、ここなんですけど、もうちょっと董卓のこの撃破時のマスの塗り替えが大きいもんだと思ってたんですけど、すごい小さい。これちょっと内乱取るの取れるかというぐらいの大きさですね。で、ここなんですが、相手がうまく董卓で主挙をサーチされてしまって、さらに、撃破を重ねられてしまって、相手の董卓が武力19になってしまう。これはもうちょっと太刀打ちできそうにないので、塗るだけ塗って帰れればという感じでしょうか。消えろ、長い、董卓の計略が長い。消えろ、ここで切れましたね。あれですね、長いんだけど、一回守った際次の攻めには残らない程度のちょっと難しい長さですよね。相手は竜を喰らいし者を発動で、ここで王鵬を撃破して兵力が全開、長槍速速速、かなりいい勝機を相手は持っているなという感じですね。で、長江董卓が張り付いてきたので、ここは相手はおそらく目覚めを発動してくるかなという感じでしょうか。こちらは戦火の新速攻、武力と速度が上がって突撃ごとに兵力が回復、ただし、微弱な毒を受けてしまうという感じですね。毒の効果自体は小さく、突撃2回切れれば毒の分を全てペイできる計略となっております。こちら相手が目覚めを発動したタイミングで、連環の方再起成兵、加工撃機の速度上昇値は 1.8 倍、1度目の突撃は
オーラが出ている最中ならできますが、再オーラ発動が不可能な速度となっておりますね。相手も連環の方、龍さんは残念ながら速度上昇値が足らずに、連環の方の最中に突撃をすることはできないので、ここは素直に場内乱戦をしていきます。龍さんは本当に毒の効果が小さくて、いざとなれば武力銃としても使えな、武力銃の牙として乱戦する分にも使えなくはない程度ですね。でここで連環の方が切れてしまって5弦が突撃もらってしまうのですが、こちらも当然同時に発動したため同時に切れる。よってこちらの龍さんの突撃がトウタクに入ってトウタクを撃破で、その際の突撃で兵力が回復できているので、ここも継戦できそうというところで城内突が決まって長江を撃破で、王穂と五弦をかぶせに行って加工撃の突撃をもらわないようにして、龍さんで猛勇に突撃で、ここは猛勇を撤退をギリギリまで遅らせるということで、まあ次の攻めを相手の最後に攻めさせないようにっていう感じですね。ここはじきが入ったんで深刺しします。で深刺しの一発が入ったところで、これはもうべったり張り付いて龍さんでマウントかなという感じでしょうか。でこちらは戦火の新速攻で、ここでお相手の高さんが選ばれたましたという感じで、以上ここまで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。行きますね。一休みと行きますよ。行きますよ。下がりなさい。行きますよ。こんなに強いなんて。今参ります。消えろ。俺を食ってか。消えろ。城にこもるか。行きますよ。気合を入れて進め。俺がいなきゃダメか。槍持ってきてくれ。ベロというの？脅威をもって天下を推し量る。消えろ。下がりなさい。消えろ。行きますよ。消えろ。下がりなさい。行きますよ。消えろ。行きますよ。下がりなさい。
消えろ。ヒューレッテッド。一休みとは。下がりなさい。消えろ。消えろ。捕まえて戻ってくる。いつもと一緒です。消えろ。今参ります。下がりなさい。俺がいなきゃダメか。行くよ。来てくれ。